皆さんおはようございます平成1年に会社の辞令を受けてここロサンゼルスアーバインオレンジカウンティーのアーバイン UC アーバインの中に研究所を作られてからもう30数年が経ちましたリタイアされた後もコミュニティのことが気になって日本のことが心配で常に今でも両国の間行ったり来たりして 日本人のため、ロサンゼルスの日系人日本人のため何かできないかということで活躍されているご存知の墨山博士博,士です博士です。今日はですね住山先生にスタジオの方へお越しいただきましてこの30年間どういうふうに過ごされてきましたのかそれと今後どういうふうに両国の国民のために 仕事をされるのか伺ってみたいと思います住山先生明けましておめでとうございますおめでとうございますまだ1月ですから <laughs> 本当に、ね、あの先生もいらしてもう30数年ですよねそうですねあっという間に経ちましたね,<え>ね<え>よく考えてみたら人生って何個も30年ってないんですよね <laughs> そうですねはい。えー、先生は2個あります まあ日本というんでしょうか。<laughs> まああの昭和、平成、そして今度令和ですからね。はいはい。まあ我ながら驚いてます。<laughs> 素晴らしい。<laughs> えー、その新しい令和の時代、はい、まあ始まったばっかりなんですけれども、ねえー、いかが思いますか。そうですね。あの私もあの言葉っていうのは不思議だなと思うのは別に変わってはいないんだけどやはり。 年号が変わるということで、まああのみんなもそうだと思うんですが、何か新しい気持ちが、ね、気持ちがね変わるんで、ややはりこれからまた何か,何か新しいことが起こるかな先<生>と思ってますが、すね、そうですか。えー、まず先生の方で、あのどういうことが期待されますか。そうですね。あの一つはやはりあの若い人たちに。えー 新しい世代を作ってほしいなという期待ですね。新しい世代。まあ、あの、日本を。中心に、まあ、世界的に。まあ、やはり一番気にかかるのが、あの。世界平和だと、私は思ってますし、まあ。日本では終戦後七十四年ですか。経ってるんですが。 いまだ日本は幸い戦争に巻き込まれてないけど世界を見たときにはいまだ戦争でね悲惨な目に遭ってる人たちがたくさんいるこれが何とかならないかなっていうのが、うん、まあ私自身があの第二次大戦を経験して8月14日の終戦の日これで平和になるかなという。うん そういう気持ちを抱いたんですけれどもその後必ずしも平和が訪れてないということで、うん、まあそのために何をしたらいいかなというのが今の課題でこれからもできれば何かやりたいといとううふうに思ってますまあ先生が終戦記念日の日に感じられたこれでまあ日本にまあ平和世界も平和ですね。えー、にで確か日本だけ 70数年間何もなくて平和に暮らしてきましたけれども見渡す限りどこかしこいつも何かがありますよね悲しい出来事がありますよねだけどその日本は75年も何にもなくてまだ平和である意味では平和すぎちゃってその平和の大切さみたいなものを 忘れてるんじゃなないかなもう3世代ぐらい終戦になってからもうほぼ3世代来てますよね。ねえー、先生から見てやっぱり日本人はその平和に対するありがたさが薄らいできてるんじゃないかしら。うんえー、そうです,ですからあ、まあ、私たちの責任としてはやはり戦争というもの戦争の悲惨さというものを。 やはり引き継いで残していかなきゃいかんということで今やっているのは私の8月15日という8月15日を経験した人たちにまあエッセイといいますかそういうものを書いてもらって今だいたい40名ぐらいの人たちが集まってるんでまあできれば一冊の本に残したいなということでやってます。 それはアメリカにいらっしゃる方に限りません。日本もアメリカに住んでる人もですね。そうですか。すかまあ最近はですね、あのお願いするとまだ生まれてませんという人が多くて <laughs> か<に>なかなか書いてもらえなくなったんですよね。考えてみました。団塊の世代だって戦後生まれです,もん、ね、れですからね。そ団塊の世代も七十過ぎてますの、ね、です、ね。<laughs> それでこれはいかんと思ってあの。 慌ててやったんですけどね。うんうん、だんだん減ってきては、まあ。とにかく一区切り。つけて。本にまとめておこうというふうに今思っています、うん。まあ、住山先生から見られて、えーまあ、今日の日本ですね。えー、あの、やっぱり、ご心配じゃないですか。多いに心配です。<laughs> <laughs> まあ、あの、そうですね。やはり。 外から見るっていうことは一つは非常に重要なんで、えー、やっぱり若い人たちにできるだけ外に出てほしい日本,から、ね、日本からですねそれが非常に問題だなというふうに思ってますね。うんうん それはやっぱりに日本国は75年間平和っていうことで、えー、食べ物もあるし着、うんね、るものもあるし遊ぶとこもいっぱいあるし今更海外出かけて苦労することないわねってのが原因でしょうねだと思いますね。うん、それと、まあ、日本のの教育制度一つ問題なのは あ大学は何のために行くかというと就職のために <laughs> 行くという感じですからかに外に出てたんでは就職がにお乗り遅れるというように考えている学生も多いようなんで <laughs> その先生の私一つ日本のねこれね就職システムみたいなの変えなければいけないというのは、ええ。 きちっとあな何でしたっけ22歳もう大学卒そしてはいすぐ入社12、はいはいはい、年海外に留学とか12、はい、年海外のどこかの会社で体験を積んできた子ね全部除外されるんですよね、えーえー、そういういことですね私ねこれ絶対おかしいと思いますなのにいまだにそれを実施しているって日本の政府もおかしいなと私思いますけど先生どうでしょう,、うんいやもう 教育改革を叫ばれてもう何にもなるんですけれども本質をを理解しししてて改革ほまあ端的に言いますと日本の教育は考える教育じゃなくて記憶すする教教育育知識の教育ですよ、ね、まあその一つの大きな原因が受験だと思うんですがね。ですからそういうことをもう一回見直して。 本当に何が教育の本質なのかですね。そこのところを変えてほしい。まあ、アメリカに来て痛切に感じたのはまあ、大学の中に研究所を作ったということもあるんですけども、こちらの学生の勉強の仕方を見てですね。これは日本は負けるということを率直に感じましたね。たねええ。まあ、日本ですと。とまあ、大学に入るまでは。まあ一生懸命。 やってるけれどそれで入ってしまったら何て言うんですか先生一説によりますとね <laughs> やっぱり大学ってね、まあ、人間形成、ええ、あの社会仲間とうまくやれるようにだから、ええ、クラブ活動やら、ええ、アルバイトやら、ええ、そっちの方を精を出して、ええ、どうせ会社入ってきましたら、うん、一から教えますから。うん 下手にいろんな海外留学生、いろんな知恵を積んで帰ってくると、会社側にとっては不都合なんですってね、うんうん。まあこれまではそういう発想だけど、今国内だけならいいですけども、その国際的な競争の中にあってはもう立ち打ちできないと思うんですよね。まあ最近気がついてだから海外で勉強した人たちを採用しようという活動も。 盛んにはなってきてますけれども、うん、ただ中にいる人たちが。本当に分かってて、なのかどうかですね。あの。まあ、今のいわゆる政治家たちはですね、<え>もうかなりの落とし出しで。ええええ、自分たちのことしか知らないと、ええ、私はそう見てますから。ええ、国のこと、おそらく何も考えてないと思うんですよね。あの、早くこの人たちに、もう、リタイアしてもらって、ええ、降りてもらって。ええええ どどんどん少なくても今の40代、えー、50代の若者たちに日本の政治を取って、えー、いにしを取ってやってもらいたいと本当にいつも思いますけどただあの若い人たちが政治に関心が薄いというそこなんですよ,ですよ、ね、先生、はい、それをどう考えたらいいのかまあ端的に言いますとあの今の。 非常に気になっているのが投票率なんです。はい、約50%これはどういうことなんだと。私が前から主張しているのは要するに、あの投票は投票権というけれど、権利じゃなくて私は義務だと思っているんですよね。うん、以前、明治時代はあの税金を納めた人がその投票権を。 もらってたんですよ、ねねはい、まあそれはそれで投票権でよかったけど今は税金は義務としてみんな払ってるわけだから、うん、当然投票も義務であるべきだと、うん、思うんですよね、はい、ですからもしあの投票しなければまあ何らかのペナルティがある、うんうん、まあ別にあのお金を払うとかでなくていいと思うんですけど例えばあ学生ですと就職が不利だとか。うん そういうまあこれから十八歳から投票権ができたわけですよね。ますます若い人たちに関心を持って本当の意味での政治参加をしてほしいなというふうに思いますね。それにはやっぱり先生がいつもおっしゃってる、えー、まず小さい時からの教育が大事ですよね。ねえー、そういうことですね。まあ尽きるところあらゆる面で教育 だと思いますんで、ね、そのまあ同族的な面も含めて教育をどうするかと、うん、本当の意味の教育改革をしてほしいなと、うん、まあそういう意味で私もこちらで一つはやはり教育に関するボランティアを中心に考えてきたんですけどね。 あのコマーシャルの後、はい、その教育のボランティアのお話を聞かせてください。わ、はいはいはい、かりました。先生ありがとうございました。先生ね、一つの国の運命を左右するのはやっぱり何と言っても教育。一にも教育、二にも教育、三にも教育だと思うんですけれども、まあ日本の今の文科省のお偉い方たちのあの顔を見てたら無理ですね。うん、どう見ても悪いけど。<laughs> そうすると私たち民間人で何とかしなければいけない、うん、それはあの政府の,その,なんていうの行政力はないかもしれませんけれどもはい、はい、行政力はもうそ,れでそれはそれでいいけど私たちボランティアで先生あのコマーシャルマンがおっしゃられたように何らかの形でサポートしていってそしてプッシュアップしてこうできればいいなって思っておりますけれども、うん、先生そのお話ですか まあ、あの私はリタ太夫氏から5年ほど旭学園の理事を頼まれてやったんですけど旭、うんはい、学園で学んでる子どもたちを見てますと、うんうん、やはり2つの文化の中で、えー、教育を受けてるこれは素晴らしいことだなと非常にアメリカの,、まあ、あの自分を主張する。 自分の意見をはっきり持つこういう教育を受けてるこれは日本では欠けてるところだと思いますし今の日本でもまだですか<ん>言いたいね。と思いますね。今はとにかくあの受験一辺倒ですからとにかく主張よりもまずはあ知識を詰め込むことでまああのただ部分を変えても変わるとは思わないんですけれども。自分自分自分 まあ私がやるとしたらまずは大学受験をなくすことだろうとおおこれは一大改革そうすればもう今幼稚園から大学受験を目指してみんなやってるわけですねなるほどだから大学受験なくなれば当然そこから必要なくなってな受験地獄っていう言葉があるぐらいですからそ,うそ,うそ,うそうですよね、まあ、そういうことぐらいやったら かかななり変わるかなと、うん、それでその代わりあの受験はなくなるけど本当に実力のついてない生徒は学生は落とせばいいんで、まあ、それはある意味ではアメリカ的ですね。ですね。こちらではあの実力主義の社会だしだからどこどこ大学出たっていうのはほとんど 関係ないですが日本はやはりまだ肩書き社会で名刺の肩書きを見てその人の信用度を測るところが多分にありますんでね <laughs> まあそういう意味で、えー、もっとみんなが周りも変わらなきゃいいかんと思いますけれど、うん、しかし先生今の大胆な発想ですね大学受験を全部廃止して、ええ、それでまあ安心してみんなこう。 いわゆるその受験地獄みたいなの通らないでもうどうせ大学行けるんだから自分の好きな大学も行けるんだからその代わり平素日頃の成績そしてアメリカでよくあのコミュニティのボランティアですねどんだけ関わってるかということも評価の一つになるんですよね。日本もと思いますね。最近スポーツ選手をで取るというよいうよな ありますけれど、まあそういうふうに開いて別に頭の知識が豊富でなくたってかえって、まあ、まあ研究をやってきて感じることは常識といううの,のだと思うんですね生実か常識があると新しい発想出てこない。 まあそういう意味で別にその知識が少なくても本当に必要な知識だけ持っていればいいんじゃないかと、まあ、ある程度それはベースになる教養というのは必要ですけれども大学受験のようにその重箱の隅をつついたような知識までは必要ないんじゃないかというふうに思ってますんでねそれで今少なくともあの大学生のあの 枠といいますか、これは十分余るほどあるわけですよね。少子化がそうですね。だから各大学いかにその学生を集めるかというのに苦心してるわけで、そうだから試験がなくたっていいんじゃないかと思うんですね。その代わりあの成績によって自分の選ぶ大学はおのずと決まってくるだろうと思いますしね。 先生は確かに関西のご出身でしたよね,ね関西クラブの会長さんでもありますし関西で今あ今近畿大学っていうのがありまして、えーえー、あそこは全くその子どもたちのそれぞれの特徴をどんどんぐんぐん伸ばしていく、うん、研究したい人はこっち来なさい何をスポーツやりたい人はこっち来なさい、うん、そういうその環境を与えてるんですよね。えーうん、だからあそこの 大学生たちみんな生き生きとしてますね。その通りだと思いますね。ですからあの学生研修で応募したときあの去年の夏ね受験応募者が多いですよね。まあ非常にユニークでああいう大学が増えてほしいなと思いますね。まあ先生から見てとりあえず日本人の国民性って誰か一人先に踏み出したら、えー、あとみんなついていくっていう。えーえー 国民生がありますけれども、ええ、まあそこで今近畿大学が一歩踏み出したから、ええ、もうみんながおそらくね羨ましがってると思うんですよでしょうね。うん、うん。まああのー、そういう意味で私,私立の大学っていうのは自由度が、まあ、国立に比べればあると思いますんでね,ね、うん、大いにやってほしいと思いますね。うんまあ、それと その子供たちが、先生今おっしゃった大学入って、まあ、も,も、ちろん勉強もしなければいけないし。いろんな意味で、トレーニング、体力といろん、全部そういう環境の揃ってる大学が。これからやっぱり、となってくると、大学の経営者に関わってくるわけですよね。そういうことでしょう。ねどうやって魅力のある大学を作るかというんですよね。ええ。でも、その魅力を作っても、もし、あの永田町の。 お偉い方たちがノーって言ったらもうノーですしね。ええええ、うん、それはありますね。はい、どうやって長田ちのおじさんたちに理解してくださいねって。<laughs> ええ、まあだから結局なんていうんですか、まあ政治も含めてあの国民がもうちょっと賢くならなきゃいかんなと、うん、まあそれもまた教育にかかってくるんですけれどね。ええうん で先生はまあ確かに今毎年日本から、ええ、あの関西クラブの主催で2人ずつこちらへ体験入学でですすかそうですねあの体験というよりはあのい,いろいろとあの見て現実を見てもらうということでいろんなあの企業ですとかあるいはまあ 大学関係者との交流ですとか。あまあ、あの。総領事などにも、お話を伺ったりですね。まあ、普通、日本では経験できないような。ことを経験して。ただ、学校で学ぶだけが勉強ではないっていう。ことを知ってほしいなというふうに思ってますねうん、うん。それと、まあ、あの、こちらへ来てても、ただ、あの、ディズニーランドを遊びにいったりとか、ええ、そんなんじゃなくって、ええ。そうですね。あの、普通、なかなか。 体験できないアメリカの企業行ってみたりとか。うん、アメリカ人の家庭生活とか。うんええ、そういうことを体験していただくことはもうあの子たちにとって。一生残る。ものですよ。最初はあのー。問題意識を持ってほしいということで。あの選ぶに当たってはあのー、関西地区の大学。生に対してあのー。 小論文を書いててもらって要するに関西の活性化あるいはまあ日本の創生とかそういうテーマで書いてもらって、うん、要するにそういうテーマを出すことで書くことによって問題意識を持ってほしいとそのインセンティブとしてこちらにあのまあ2人ぐらいしか呼べないんですけれどもあの来て研修するというので始まったんですが、うん。うん ああ、その研修の効果が非常によかった。良かったんで。うん、そちらの期待が大きくなりましてね。えー、今ではなんか、そちらが主体のようになってますけれども。まあ、来てたった二週間ですけどね、えー。こちらもびっくりするぐらい。変わるんですね。来た時,と減る時と。たととそうなんですよ。わずか二週間。二、えー、週間で。要するに、もう自分の人生。えー、変わったと いいいいうぐらいうのがいるんですそれで改めてもう一回勉強し直すという,う意識を変えてね,変えてねだから,素晴らしいそれであささやかだけどもそう少しでもそういう人が増えてくれればということで、まあ、今年で17回目になりますけれどもそれで皆さん変えられて、ええ、まあ感想文みたいなのはきっと先生のところへ、ええええ あの寄せてくると思うんですけれども、えー、やっぱり来る時の,その論文と変えられたあとり違うんですよね違いますね変わってきて、うん、それでまあ最近はあのそういう先輩なんかの話来る前に一応事前研修も大阪の方でやってくれてましてそういう意味ではあの来る時から意識も持つようにはなってきて最初の頃は半分は観光。うん ぐらいのつもりでそれでしかも交通費か全部あの関西クラブのメンバーのポケットマネーでやってますからあのそういう無料でただで行けるという意識があったようなんですがそれはなくなってきましたねやっぱり先輩方が行ったら非常に普通経験できない経験をさせてもらえるということで来る時からそういう期待はあってきて。 で実際に来てみて研修受けてみてなるほど自分たち考えなきゃいかんっていう意識が高まってきたと思うですね、うん、そ,ですそれは良かったですね、えー、それは非常に予想外の、ね、いやいやいや、えー、先生のご苦労が報われてます、まあ、皆さんがねバックアップしてやってくれてそれこそボランティアでみんなやってますから、えーうん、そのボランティアでもですね先生やっぱり、えー、あの。 ここに来ている日本人のそのいわゆるボランティア精神、はい、まあ日本には、はい、日本も結構なんかどっか災害時の時みんなボランティアで行きますよね。こちらに来ている日本人のそのボランティア精神って先生から見られていかがですか。はいはい、そうですね。やはりあのボランティアっていうまあ日本で改めてボランティアボランティアというから。 あれなんですが、まあ、こちらではボランテティアがなななかかったら世の中動いていかないてようなシステムですよねですからボランティアに対する考え方が全然違うんだと思うんですが、うんね、まあそういう意味では日本から来てすぐにはその理解は難しいとは思うんですけどねそれでやはりこのコミュニティの中でそういうボランティアの何たるかをやはり実態を 経験を通して学んでほしいなと思いますね,すね、はい、先生あの私もこのコミュニティにも三十先生と同じですけれども、ねうん、そのここのコミュニティの話を、えーえー、来週にぜひまたお話をしていただきたいかと思います、はいはい、ま今週はどうもありがとうございましたありがとうございました